聴ありがとうございます。なんちゃってギター弾き大工マンです。さて今回は真夜中のギターの弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回はカポタストを使わない、いわゆる開放弦、C コードを軸に進めてまいります。では始めましょう。まずはコードチェックから。今回使うコードは全部で7種類。アルファベット順に見ていきましょう。 Am は5弦がベース音、和音の要となる音です。5弦から弾き下ろしましょう。 C コードも同じく5弦から。Dm は4弦から。 Dm7 も同じく4弦から。Em は6弦から響かせます。F は押さえやすい簡易型を使います。こちらは6弦、5弦を弾かず4弦から。最後 G7 は6弦から。 コードチェックが済んだら今度は右手の動きです。今回は基本動画05でご案内しているタラリラのリズムを使います。簡単に説明いたします。図の左から右に時間が流れていきます。図の横線、一番上が一番細い1弦、一番下が一番太い6弦です。つま弾きアルペジオ、右手の親指はコードによって弾く弦を変えます。ベース音、和音の要となる音を響かせてリズムを保って、全体を引き締めるのが狙いです。図の中では親指マークの横にアルファベットで弾く弦を表示しています。例えば C コードですと弾き始めは5弦。今は左手で弦を押さえて音を消しておきましょう。5弦を上から下へ引き下ろしてみます。次は人差し指で3弦を、今度は下から上へ引き上げます。次は中指と薬指で2弦1弦を同時に引き上げます。最後は再び人差し指で3弦を下から上へ。この動きを連続して行うと、タラリラ。繰り返すと、タラリラ、タラリラとなります。タラリラを繰り返すとき、慣れてくれば2回目の親指で1つ下の弦を弾いてやると音に深みが出ます。例えば C コードですと、スタートの親指が5弦で、タラ、次は一つ下の4弦スタートで、ラリラ。これを通しで弾いてみると、タラリラ、タラリラとなります。同じように G7 で弾いてみます。GK はスタートの親指が6弦で、2度目の親指は5弦を弾きます。お手本を聞いてください。まず6弦からタラリラ、5弦に変えてタラリラ。では C コードを押さえてゆっくりご一緒に5弦4弦と弾き分けてみましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4、タラ、今度は左手コードを G7 に変えて6弦と5弦を弾き分けてみましょう。同じく4カウントで入ります。1、2、3、4、タラリラ、タラリラ。
れない方は指が動きにくかったかもしれません。闇雲にスピードを上げようとせず、指と弦の距離感、力加減を覚え込ませるイメージで、ゆっくり着実に粒揃いの音が出るよう焦らず練習を続けてください。では本編へ進みましょう。まずはイントロ。先ほど練習した C と G7 です。では標準スピードで弾いてみます。手元をアップでご覧ください。まず前半 C と G7 のところを一緒にゆっくり弾いてみましょう。タラリラを2回ずつです。まずはリハーサル。親指で弦を弾き分けるのが難しい方は C コードは5弦ばかり、G7 コードは6弦ばかりで構いません。ではまずリハーサルです。ゆっくり4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。続いて本番です。4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。弾けなかった方はこのあたり動画を戻して繰り返し練習してください。イントロ後半 C と G7 はタラリラ1セット、最後の C は2セットです。まずはリハーサル、4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。では本番をご一緒に、4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。ではイントロを通しでゆっくりご一緒に。まずはリハーサルです。4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。では本番をご一緒に、4カウントで入ります。1, 2, 3, 4。弾けなかった方はこのあたり動画を戻して繰り返し練習しましょう。